会場にお越しの皆さん、こんにちは。長野県看護大学よさこいサークル児玉です。今年のテーマは夢しるべ、看護学生を題材としています。理想との違いに戸惑いながらも仲間と手を取り合い進んでいく私たちの姿を描いた作品です。私事ではありますが、今日まで共にこの作品を作り上げてきた3年生7人がこの諏訪湖よさこいにて児玉を引退いたします。9代目児玉が大好きなみんなで最後まで全力で演舞いたします。どうか皆さんこの一瞬を見届けてください。手拍子、お心拍子、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは誰しもみんな夢を持つ、あなたの夢は何ですか？夢見たこの世界、輝く明日。